そしたらですね、あの洋裁工房であのよく質問されたのがですね、あのフェルトとフリースがあの弾いてしまって、はい、その上手で触ったら消えてしまうっていう、はい、あれがあったんですけど、フェルトにあのおすすめなあのペンってありますか。はい、まずフェルトに対して大変便利だというタイプは自然に消えるタイプがやはり一番人気になります。自然に消えるシリーズは早く消えるタイプと遅く消えるタイプがございまして、でフェルトの場合は人気があるのは消しペンも人気がございます。でそうですね、この状態で線で書いた場合でも水性タイプなのでフェルトの場合は乗りやすいです。でペンの場合ですと弾きませんし、すごくインクが入っていくので大変便利です。ですぐに間違えた場合や消したい場合はスライドして触ると消えてしまうので、すぐに消したい場合は水を使うよりも消しペンで消した方が簡単です。はい、すぐに消したい場合は、消えたい場合はピンクの方が早く消えるので、ペンの場合特に遅くなってしまうという形でインクの量が入れば入るほど消える速度が遅いので、その場合はピンクで使われるとすごく大変よろしいかと思います。また、黒っぽい濃紺焦げ茶の場合は白のタイプの分でないと紫では全く見えません。ピンクでも全く見えません。それなのでこう力を入れずに書いてから、あ、濃く出ますね。こちらのインクが重なり合ってると濃く出るんですけど、後から 1,2,3 秒で浮き上がってくるというタイプになります。こちらも自然に消えるので安心してお使いいただけると思うんですね。で、点ですと後から浮き上がってくるのでなかなか最初は分かりづらいかと思うんですけど、くるっと触っていただいてほっといていただければ後からふわーっと浮き上がってきます。ですからあまりあの力を入れすぎないようにするのがポイントですね。で自然に消えるのは空気中の酸素で分解して消えていきますので、空気に触れてない状態、何かこのように置いてしまったりビニール袋に入れてしまったりすると消える速度は止まってしまいます。このような形で空気が全く流通がないという状態になった場合は全く消えません。ですので逆に消えてほしくない場合は空気に触れてなければ消えません。あ、じゃあ例えば、印をつけて裁断するのに、裁断してから縫うのに例えば1週間2週間空いた場合はこういう風に袋に入れておけばいいと。そうですね、そうすると消える速度が止まってしまうので、逆に言うと長く持たせたい場合はとても便利です。例えばそのフェルトでもちょっと弾いちゃうあの素材のフェルトとかあるじゃないですか。はい、弾いちゃう素材の場合はまず線書きよりも点でゆっくりゆっくりゆっくりやっていただくとぐーんとインクが入っていきますので、さーっと書いてしまうと上の、フリースの上のところにこうなだれてる形になりますので、上に乗った状態になります。そうしますと触った状態と取れてしまったり印にならなくなってしまうので、インクをあのゆっくり触っていただく形で点印でまずつけてみてください。そうしますとあの布に馴染んできてインクが入っていきます。そうしますと消える速度が線ですとゆっくりゆっくりやっていただくと1日、点でゆっくりやっていただくと1週間という形で消える速度が全く違いますので、ゆっくりやりたい場合は点印をつけてから線で引くとか、やはり早く点でも消したい場合は軽く触っていただくか、
でなければもう早く消えてもらいたい場合、逆に早く消えるピンクのタイプで印をつけるかという形にしますと消える速度は速いです。ただ即消したい場合は消しペンがあるとやはり便利です。はい、で紫とピンクは紫の方が消える時間に余裕があってピンクの方が早いと。そうですね、ピンクが早くて紫がゆっくりという形で、初めに買う時に間違えてどうしてもあのピンクが可愛い色なのでどうしても買いやすいんですけれども、早く消える遅く消えるとこれを分かっていただいて点と線を合わせて使っていただくととても便利かと思います。はい、でこちらのタイプはインクが1本なのでどっち使っても使い切れます。ですから太の方ばっかり使ってると太の方にインクがいきます。よく細の方が書けないというクレームがよくあるんですけれども、インクが半分半分ではないので1本でこっちばっかり使ってくるとインクがいきます。またこっちばっかり使っていると細ばっかりという形でインクがこっちに行かなくなります。また細書き専用というタイプもあるので、こういうタイプでフェルトであまり太くしたくないという場合、フリースであまり太い線が困るわという場合、こういう極細のタイプもございます。はい、あのさっきの話なんですけど、はい、片方使ってると片方つかなくなるっていうことは、もしかしたらひっくり返して蓋をして置いとけば下がってくるとか。当たりです。そうですね、インクが流通しているので、そうですね、ただちょっと、こっちまで行った状態で戻すにはスーッとはいかないので、中に綿が入り込んでいてそこにインクを染み込ませてあるので流通は流れるようにさーさーという形ではいきません。はい、で太はつくのに細がつかないときは、その細の方を下にして 2,3 日置いとけば、そうですね、つく形になります。ただ、細が点々用で線は書けない状態になっているので、点々印っていうときにはこちらで、書きたいときの線はこちらのタイプになります。極細用はそうですね、インクの流通が良くなってペン芯がプラスチックでも書き専門のプラスチックになっているので、書きたい場合はこのように買われる方がよろしいかと思います。ただ洋裁の場合は点印が多いので、こういう形で両サイドというタイプでやられる方が多いです。そうですね、太い方で出来上がり線をなぞって、はい、で点の方でダーツの点とかをね、それが一番ベストですね。でこれインクが出てこないように、大量に出てこないようになっているので、先ほどこれで1日です、これで1週間ですとお話ししましたが、これで1日で、反対のこちらでは2日ぐらいで消えます。ですからあんまり、入り込んで消えなくなっちゃうという場合の素材などはこちらの方の点々でやられると早く消えていくので、インクが流通が少なくで、もったいなくないように出来上がってます。あと私が実際こう布に使ってと思ったんですが、はい、ポリエステルのツイルとかは、はい、その点が残って消えにくいんですよね、はい、薄くなってもなんか黄色く残って、はい、あれをきれいに消すにはやはりその場合は消しペンが大変便利です。インクの量がどれぐらい入っているかがやはり力加減やなんかで分かりづらいので、点のところをポンと触っていただくともう消えてしまいます。ゴシゴシしていただくと逆にインクがもったいないので、ポンと触っていただくだけでこのように消えてしまうので、もう即消したい場合はこの消しペンは大変人気があります。例えばですね、例えばこのペンは水でも消えるようになって、はい、なってますよね。で、水で消した後にアイロンかけるとじわーってまた色が浮き出してくるじゃないですか、はい、この消しペンを使った時はどうなるんですか。消しペンを使った時もインクの量の加減で消しペンが少なければその状態にはなります。ただ必ずまた消えて自然に消えていきます。そうですね、おっしゃる通りアイロンでは、色が復活します。ただ長い期間経っ
ちゃったり水にザブンとつけて、全くインクがなくなれば全く出てくることはないんですが、インクの残留があったりする状態ですと出てくる可能性があります。それはまた時間差で、それが1ヶ月2ヶ月3ヶ月すごい長い時間経ってしまうと出てきませんが、ある程度まだやった状態ですと出てくる可能性はあります。例えばオーダーとかで急いで消したい時とかは、またそのアイロンで浮かび上がったところを消しペンで消したら消えます。はい、その辺は最終的に消していただければ大丈夫です。また水が使えないものがよくあるありますよね。その場合はやはりこの消しペンでスッと消すという形は大変便利です。あ、水が使えないものといえば例えば、絹とか、はい、あとアセテートとかだと思うんですけど、はい、そちらに使っても大丈夫ですか？大丈夫です。はい、ご安心ください。ただシルクとかストリエスでいろんな素材がありますけれど、豊富にいろんなタイプがあるので、そうですね、試しながらやられるとご安心いただけると思います。あと他によくお客様から聞く失敗談とか注意した方がいいこととかありますか？はい、それはですね、やはり、印をつけたんだけれどもなかなか消えてかないっていう場合は、空気に触れてない状態だったり、また、すぐに消えて困るわっていう場合などは、よくのり処理がいろんな素材にはついていて、それがこちらのペンはアルカリ性なので酸性のりがついた素材に対しては反応がしてしまう場合があるんですね。その場合はどうしてもやるそばから消えてしまうっていうお問い合わせがございます。その時にはのり抜きをしていただくとそういうことは解決されます。ただのりがついたままやっぱり作業がしたいという場合は点印でやられると消える速度は反応も遅くなってきます。はい、ありがとうございます。はい、すごい勉強になりました。